バラム・ヨジェン・スプリング・ウッドにてマイクを組んでやっていきます。ザ・シェイプでしたっけね。で、今回なんですけれども、まあ、先日ですね、隠密ドクターっていう形ですごく心音範囲の小さいドクターでやくるっていう動画を投稿したんですが、まあ、そうやったらマイケルでよくねということでですね、あおっといいですね。まあちょっと吸っていきましょう。あのレベル1のマイケルは足が遅すぎるので、とりあえずレベル2に上げたいと。レベル2に上げても今観察&虐待をつけているので、吸わせてくれ。お、切れるんじゃん。これ切るのは切るでいいでしょう、はい、いいですね。レベル1の時に切れるっていうのはそれそれで嬉しいな。観察キャンド虐待でマイナス8メートル。待てよ。吸うぞ吸うぞ。OK。おお、あ、ミスったな。今の倒したかったな。いっそ。起きてる。OK。フェイントに引っかかってくれたんかな、今のは一応。よし。レベル1の時に釣れるっていうのは大きいですね。そうで、観察&虐待とウサギの死体をつけることによりマイナス12メートル心音に、ね、なりますが、レベル2の時のマイケル確か心音16メートルやったっけ。だから4メーターしかないんかな、レベル2に上げたとしても。レベル1だともうゼロでしょうけど今ね。こうやってだよね。なんでとりあえずちょっとレベル2に上げたいですね。レベル2に上げた状態で、そっからは基本的にはレベルを上げない、隠密マイケルでサバイバーを殴っていきたいなと思っております。で、なんですけど、ドクターの時みたいに、よし、なった。 OK。 で、今一応もう一つのアドオンの効果が出てましたね。あの1秒間凝視したサバイバーを5秒間表示するっていう、ちょっと赤いの見えてましたね。まあ、今ちょっと役に立ったかなって感じなんですけど、基本的にはあるか、あんま役立たないっす。で、そう、なんかドクターの時みたいにうまくいかなくて全然。これ4試合目やったかな。うい、やった、倒さなかった、ラッキー。だってなんかね、いや、初動でが遅いからかなのか、まあ、マイコーだから基本的にサバイバーがこう警戒してるからなのか、あんま油断はしてくれないんですよね。おりゃおりゃ。なんでなんかドクターの時よりも結構しんどい。ドクターがね、心音ゼロで、じゃあ心音ゼロじゃないけどめっちゃ小さくて近づいてきたら、最初はサバイバーめっちゃビビるんですよね。なので無警戒なサバイバーに会えるんですが、マイコーは警戒されすぎてて全然なんかね、あんまり勝てなくて、でもうむちゃくちゃ煽られ倒したので2作とかの時もあるんですけれども、普通に全逃げされた時だったかな、むちゃくちゃ煽られたので、その怒りをこの試合にぶつけます。あーダメだ。当てないで。はい、さて、それではこのまま隠密マイコー君乗っていきましょう。で、たまにまあ吸えるなっていう場面はちょっと吸ったりはしようかなとは思ってはいます。吸うしかないなっていう場面とかね、板ぐるで板の向こうにサバイバーがおるみたいな、うん、でも基本的には普通に追っていくという感じで。いやー、このね、ちょっと1秒間見たサバイバーを5秒間可視表示するってやつ、これ活かしたいんですけど、これちょっともう半分切ってもらいたいので、はい、ダメです。やっぱでも心音小さいのでかいな。今かなりサバイバー近づいてきてたもんね。あれは心音の小ささがなせる技っていうか、その救助きついな。半分切ってなかったよね多分。ナイスタイミング救助されてしまいましたな。ボロ体か、なるほど。それで向かってきたわけね。まあ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 、でもあそこで切らない方がいいんやろかな、どうなんやろな。ね、これでまあ、はいはい。ボロタイ切れちゃうよ。あ、切れた。よし、直し続ければよかったね。
まあ、直し続けてたら切るけど切りに行くけど、さすがにとっさに直しキャンセル&板倒しじゃ間に合わないでしょ。あ、半分切ってた、よかったー、ラッキー、よかったよかった、これはでかいですね。よーし、残り4人で、あ、じゃあ残り3人で発電機4台、これはいいペース。いやー、ここでちょっと勝ちたいなー、マジで煽られ倒したので。まあ初動でね、1人釣れたのがめちゃくちゃでかかったね、レベル1の時にね。うん、そう、他の試合の時はやっぱ初動でレベル2になるまでの間に発電機2個ぐらい普通に直ったりしてたので、まあ速攻に壊れてねとかザラやったので、今回は本当にレベル1で1人釣れたんがめちゃくちゃでかい。で残り3人できたから、もう発電機の進みも最初ほどじゃなくなる、遅くなる。でここで1人見つければもう発電機直せるのは1人か2人みたいになるので、早く見つけたいんですけど、うん、こんだけ信用小さいからな。おお、そう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 、結構見てんな、やっぱサバイバーね。これは間に合うやろ、まず一発オッケー。んでそこ行くね。んー、こっちから行ってどうなんやろ、これ追いますか。で地下入るか、入る入る、うん入るね。で右、よいしょ、あーくそ、今の、あー攻撃ボタンね押したつもりやってんけれどもね、一歩間に合わなかったっすね。まあまあいいでしょう。無理だ、ウイス倒す、オッケー、間に合ったー、ラッキーいいですね、やっぱバックステップ重要や。今の板倒しが一番美味しくて、おーいいね、ジークいるじゃん、あれは超えてくるかな、あ中入るか、中の板はまだ使ってないっけか、ああ出てくれた幼稚園ぐるぐるされるかなと思ったんですけど、されなかったですね。さあ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 、よいしょー、どうもどうも、釣らせていただきましょう、マシェリーな、針治療さしたるからな、気持ちええやろ、気持ちええやろ、おっちゃんのナイフで刺すか、ここの針に刺されるか、どっちか選ぶんやで、どっちも気持ちええからな。いやー発電機やっております、おお幼稚園から出てきたらマイケルがおりました泣くしかありません。よいしょー、間に合いましたね、うん、今ちょっとなんかルート間違えた感じだった、ね、あ、窓あるやんって思ったけれども間に合えへんかった感じ。板倒さへんな、そんな節約は良くないと思うよ。やったぜ、ラッキー、よっしゃ、ちょっと全滅の動きをしましょう。これ救助行かざるを得ないから行ってるっしょ絶対、ほらーね、でももうちょっと、もう一歩救助が遅かったらなって感じ、行くぞ、でやー、で向こうの方はまだ板残ってるっけ、この家とか板残ってるか、とりあえず追いましょう。じゃあこの家もうないんやっけ、ここないやろ、地下の板って使ってない、おお、この家で板ぐらいやめてくれた、結構ね家の上上下ぐるぐる苦手なんですよ。よっしゃ、やった、その窓越えは通らないぜ、シェイプは通さない、やった、しかもしかものしかもこれは近い近い、しっかりとドリブルしていく、ラッキー、このおじいちゃんこのままこのままやりたい、よし、でどうすっかな、うん、あの辺にもう一人いて、あ、じゃあ反射的に担いでもうたけど、ちゃうわ、このまま追う方が良かったか、これで火おぶせ引いた日には嫌やからちょっと下ろさない、ああ、火おぶせ警戒をしてはいたんですよ、してはいたんですよ、警戒はしていたんですよ、警戒ちょっと救助行かれてそうやから戻るかあのおじいちゃんね、もう一回追いたくないんすよね、 DS 持ちやから、おったー
よかったよかったな。ちょっと待って待って待って、とりあえずまずは一発切らしてもらうわな。な、待ってくれな。俺とさ一緒にさ映画でも見ようぜ。ハロウィンっていう映画俺出てるからさ、俺の可愛い妹も出てるしな。映画の日やって安いから、あのおじいちゃんが怒ってくれるって言うてたからな。な、映画の日でええから、映画安い春やろ。おお、なんか今日のサバイバーは、今日のサバイバーは一旦温存しますね。もう全く温存する場面じゃないと思うんやけど、終盤なんかね、一旦もっとバンバン使えばいいな。まあ、一旦を温存する練習を覚えてるんかもしれん、いややってるんかもしれんけどね。一旦温存してこのタイミングなら窓で間に合うっていう感覚をつかむと、まあ、さっきのも窓は間に合わなかったですが、うん、極力板を使わないチェイスみたいなね。全然僕はそんなよくわからない、板倒しまくっちゃうんですけど。おるー、超えてくる。はいはい、よっ、はい。とはいえこの人もうねお伏せなんで、あんま釣りたくない、あんま担ぎたくない。でも探しましょう。さあ不毛な時間が始まりますよ。でもねせっかくなんでちょっと全滅ムーブをしたい。そうか、こういう時にこう業種を使っていけばいいやん。なんかあの自分で 見逃してるサバイバーでも業種を使うことで視界に入ってれば映るってからいいよっていう話もいただいたんです。あのこの辺はまあ見える範囲やから別にいいかな。ん？お、動いてる。なんだと。この辺にいたのか。すぐには来てない。Where is you? 俺はブギーマンだぞ。映画出演者だぞ。もっと敬え。誰っけ？メグやっけ？メグよ。メグお前が出たことないやろ。俺は映画出たことあんねんぞ。マウントをもうすでに取られているんだから。出てきなさい、出てきたけど遅い、出てくんのか。ねえ、もう、僕せからおうか。いや、あんま残り2人以下になるとこれが不毛よね。辛いよね。かくれんぼの本領発揮って感じがあるけど。どこよ、どこよ、よいしょ。はぁ、旋回めんどくさいな、もう。旋回選んでほしい。結構ね、まあなんか背高いキラーだったらまだいいんですけども、背低いキラーで出会うとめちゃめちゃ旋回食らうんですよね。で、やらないでほしいな。できれば。やってる。へいへいほー、へいへいほー。どこー、おじいちゃんが咳込んでるよ。なほっといてえの。なあ、おじいちゃんめちゃ苦しんでるよ。これ放置するって死体遺棄ですよ。助けなかったらあなたは警察に捕まりますよ、多分。こんだけ近くで。あはは、狡猾マイケル無理かなって思ってるけど、ここでもしっかりとこうね。これしっかりと見て、失血しちゃったマジか。どうせここやろ、ハッチ。バダム大概ここやから。やったぜ、これ絶対、コンクラベ勝とう。今回はちょっと動画化、全滅で動画化したいから。いつもやったらもう諦めるけど、この不毛な時間ね。これ基本キラーが譲ってあげなあかんよね、このこれね、達成しようと思ったら。なんかな、それもな、嫌なんだよな。なんかキラーが譲ってあげて当然みたいになるでしょ、ここでもうミラミアイになったらね。絶対サバイバーの方が有利やもんな。キラーが切ってきたの見てから後出しじゃんけんで飛び込めるから、逆に後出しじゃんけんしかできないじゃんけんなんですけどね。き、ね、たー、おりますー、おりますー。見てますー、ありがとうございます。はい、私絶対このナイフ振らないんで、もうね絶対振らないんで、このナイフ。あなたが何をしようと、あなたが飛び込んだところを掴むという行動しかしないんで。絶対振りません、このナイフ。今回に関しては。ね。いや、普通キラー譲るだろう、みたいな、かもしんないですけど。普通とかないです。ここは、この場面は、もうただのコンクラベ祭りなので、我慢しきった方の勝ちです。ね。ね。引っかかるか、そんなもん。じゃあ両方見るわ。
かあるね、ろうそくね。こんなんあんの知らんかった俺。あの奥にろうそくあったんや。ふーん、骸骨もあるよ、怖いね。あそこ何隠してやんのやろね。フレディが殺した少年たちのどころかね、あれね。怖いね、怖いね、怖いね。もうレベル3直前、こんなギリギリまでたまんねん。あ、諦めたようだな。諦めたようだな。うん、そうやで、そうやで、おとなしくしたまえな。ありがとう。ありがとうのお辞儀、ありがとうございます、ありがとうございます。いや勝ちたかってんね、勝たせてくれ、勝たせてくれやな。はい、というわけで意地でも勝ちたがりマイケルでした。お、なんだなんだ、ありがとうございます。え、この人最後まで残ってた人じゃないよね多分。ん？な、あれ？勝ちたかった、ちょっと打っといた。なんかね、申し訳ない差もちょっとあるけれど、まあでもね、あれは勝負の世界やからね、心が折れた方が負けやからね。あとなんかあの料理とかが完成してもうて、あもう行かなあかんってなった方が負けやからね、そういう試合やったからね。いやーでも結構ね、今回全滅取れるまでちょっと苦しい思いをしたので、それをここまで見ていただきましてサンクスありがとうございました。このサンクスはサバ戦ってくれたサバイバーと見てくれたあなたにも飛ばしています。というわけでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価などしていただけますと幸いでございます。それではまた次回の動画でお願いします。